ははいみなさんこんこにちは企業カラッパ、はいえーと、まあ、企業からっぱとか言ってねお前三つ編みやろうが何言ってんだって言うかもしれないんですけど一応これでも社長業やってますはいえっとですねえー、本日もですねインターネットビジネスとか企業とか副業とかあとはヒップホップに成通するお金の話とかそういった感じのお話をしていきたいと思うんですけれどえっと本日はですね2020年始まりましたはいでですねえっ、ー、と本当にですねもう本当に今年いっぱいでもうマジで仕事辞めてやりたいってねマジで自由になりたいって思う人たちのためにですねえっ、ー、ともう もうめちゃめちちゃゃ具体的にですねどうやったらマジで今年中に仕事を辞めれるかというお話を、えー、と順を追ってですね話したいと思いますはい、えっ、ー、とですねまずですね、えー、とこちら見ていただきますと,、えー、と1から5までの項目があります、えー、と一番上からですね1計画を立てる2ビジネスモデルを決める 3YouTube と Google で検索4ビジネスモデルを学ぶ括弧作る5目標の約半分で到達という感じになりますねえっっっとですね、これあの順を追ててやっていけば 一応ですねあの初めに言っとくんですけどあのこれはですね転職とかではなくて、えー、とあくまであのインターネットビジネスで起業するっていうことが目的です、はいえー、っていうのも、まあ、僕がですねあのインターネットビジネスまあ,あのオフラインのビジネスもやってるんですけどまあほとんどの収益はインターネットビジネスでですねお金を稼いで、まあ、こうやって自由に、まあ、自分でですね生きてるのでまあこれはインターネットビジネスをやるという上でですねお話をしていきたいと思います。はい、それでですねまず一番上 えーっと、一番目からいきます。えー、っと、計画を立てるっていうことですね。えー、っと、これはですね。えー、っと、何でもそうなんですけど、一番初めに計画一番大切です。はい。あのー、仕事を辞めたいって言って、あのー、すぐに辞めたら、マジで地獄が待ってますので、絶対に辞めてください。まずは、えーっと、どれぐらいのスパンで、マジで、えーっと、仕事を辞めるのかってことを決めた方がいいと思います。はい。でですね。えー、っと、僕の、まあ、えー、この計画だと、あの、一年あれば十分だと思います。はい。なんでですね。まあ、えーっと。 今ですね、下にあの赤いところで具体的な日数を決めるまあ大体1年ぐらいがおすすめって書いてあるんですけどまあそうですね1年あれば自由になれますはい、えー、と仕事を辞めることっていうのは可能なんでまあ大体1年ぐらいを目処に、まあ、意識しておいてもらえばいいかなと思いますはい、次2ですはい次は、えー、とビジネスモデルを決めるですねはい、えー、とここにも書いてあるんですけど、えー、物販アフィリエイトブログ YouTube とかねまあいろんなインターネットのビジネスがありますはい、えー、でねをおすすめしてるんです けどまあ他のものをやりたいってねあ思ってる人たちもたくさんいると思いますまあ結果的にはですね自由になれればいいんではいどんなビジネスモデルでも構いませんはいなんでですね2番はえビジネスモデルを決める何にしようかなって感じですねはいで次3番目になりますはいで3番目っていうのがえっ、ー、と YouTube と Google で検索でてその下の赤いところがえビジネスモデルの内容を理解するっていうことですねはいこれですね2番と3番ちょっと同じような感じなんですけどえっ、ー、と2番のね物販ブログアフィレート YouTube ってね、えー え皆さんねあの僕のこの今の動画見てくれてる方は、まあ、正直そのインターネットビジネスって全然分かんないっていう手で一応お話ししてるんであれなんですけどその例えば物販とかブログアフィレート YouTube とかいろんなビジネスモデルがあるんですけど興味があねどれがいいかなっていうのをまず YouTube とかブログで自分で検索してくださいどういった仕事をしなきゃいけないのか、ね、どれぐらい稼げるのかどれぐらいの期,期あの期間で稼げるのかとかそういったものを自分で調べてあこのビジネスが自分には一番いいなと いいうもものをままず決めてもらいます、はいでえー、ここでですねあの、まあ、僕先ほど言ったんですけれど僕はまあここ赤いところでですね「えー、物販がおすすめ」って書いてあります、はいえー、と僕はちなみに物販以外でも他のビジネスはいろいろやってますまあ例えばこうやって YouTube とかやってたり、まあ、ブログとかもやっています、はい、なんですけど僕がまあ物販をおすすめする理由っていうのは、えー、と収益化がめちゃめちゃ早いです、はい、なんであの一番初めの計画を立てる1年っていうのをあの決めたのも、えー、と一応ですね物販 だったら1年で、えー、っと収益化っていうものを作れて、えー、ビジネスが、えー、やめることを,あビジネスをして、まあ、会社を辞めて自由にね、えー、生きることができますよっていうことで、まあ、一応僕は物販をお勧めしてるんですけどまあそれはですね、まあ、自分でねあのいろんなビジネスモデルがあるので、えー、ここはですね YouTube とかブログとかで見てみてあのブログとか、まあ、Google とかで調べてみて、まあ、自分がどのビジネスやりたいかっていうのをまず、えー、決めます。はい で次が4番目になります。はい、で4番目ですね。えっ、ー、とビジネスモデルを学ぶ、括弧作ると書いてあります。はい、でですね、えー、これ自分で先ほどですね、2番と3番でですね、まあえー、とどの、えー、とビジネスモデルにするかって決めたらですね、今度それを今度、えー、勉強する必要があります。はい、で勉強っていうのもですね、えっ、ー、と YouTube とかですね、えー、あと Google とかですね、ブログとか、まあ、そういったものでですね、勉強することができます。あとはですね、まあ、本屋さんに行って、まあ、そういったビジネス本を買ったり するんですけれどまあインターネットビジネスの情報なんであくまであのインターネットでめちゃめちゃ出てるんではい youtube とかで勉強してもらいたいと思いますはいでですねここあのめちゃめちゃあの注意事項がありますはいでこのビジネスモデルを学んで作る上必要があるんですけどここで一番大切なのが自己投資をしてくださいっていうことですはいでこの自己投資って何なのかって言うんですけどえっ、ー、とこれビジネスですね、えー、ビジネスをまあ誰かに習うなりねであの商材を買うなりノウハウを買うなり、えー ここここででお金をを使っっててて投資をしてくださいっていうことです、はい、でえこれなんでかって言ったら、えー、とこれれがが最速ででビジネスが作れるからです、はいあのー、僕もです、ね、いろんなビジネスモデルやってるんですけどやっぱりですね自分で一からですね勉強してで実験してでダメだったらそこを直しての繰り返しをしてますやっぱりすごく時間がかかりますだから手っ取り早く、まあ、成功してる人たちから、まあ、ビジネスを学ぶ、まあ、ビジネスを教えてくれる人からビジネスを学ぶあとまあコンサルティングを受けるとかであとはノウハウを買ってしまう。 はい、どうやればお金になるのかっていうそういうノウハウっていうのがありますのでそういうノウハウを買ってしまうでこれ手っ取り早いです一番なんでですねあの自己投資ってみんなねあのお金がかかるから嫌だって思うかもしれないんですけど。 あくまで投資なんでここで投資しといたらこれ必ず戻ってきますあの簡単に言うとあの僕とか商材とか買うんですけどまあ一月二月ですぐに取り戻せますでその後何倍にもなって帰ってくるんでこれ絶対に大切ですあの他の動画でみんなあんまり言わないんですけど僕はあの絶対に言いますはい誰かにビジネスを習うなりまあノウハウをね、えー、買うなりまあ商材を買うなりして、えー、自分で自己投資をしてくださいこれが最も最速ですえっ、ー、と5番目になりますはいえっ、ー、とね5番目がえっ、ー、と目標 えー、目標の約半分でで、えー、到達とということですねはいこれどういうことかと言いますとこれ一番目のですねえー、っと1年ぐらいで仕事を辞めると決めたならばえー、っと1年ぐらいのその目標っていうのを約半年からまあ10か月かかんないぐらい9か月ぐらいではもうそ,のそこまで到達して,てくださいってことです。えー、っとこれなんでかと言いますとあのち目標ってですね実はですねそこまで考えてるところまであっと到達できないんですね。 あのー、普,通普通の人はなん、はい、で,でかっていうと、まあ、到達ラインっていうのがあくまで目標でそこがゴール地点なんですよねでこのゴール地点まで行こうとするってめちゃくちゃ大変なことなんですよなのでこのゴール地点のさらに先を見とくことでこのゴール地点っていうのを通過していくことができるんです分かりますかねなんで例えばですけどここからここまでの1年のスパンがあるんだったらここをもうゴールにしといてください半年から10ヶ月9ヶ月10ヶ月ぐらいの間にはもうゴールしてるような意識で 進んでいくことによって目標は達成できます。 はい、えー、とこういった感じなんですけど、まあ、この順番を、えー、でやっていってもらえれば、えー、と間違いなく1年で、えーまあこのね、僕が今言ったのは1年ぐらいで、ねえー、仕事を辞めて来年からは自由だっていう計画なんですけど、えー、ともう1回おさらいします1に計画を立てます具体的なで大体僕は1年ぐらいあれば、まあ、物販ならいけると思いますで2がビジネスモデルを決めるはい、これはいろんなビジネスモデルがありますので、えー、自分の好きな、えー、好みのビジネスモデルを決めますでこれ3番も 同じなんですね3番はまあそのビジネスモデルっていうのを決めたら YouTube とか Google とかですねそういったものでその内容っていうものを把握して本当に自分がそれをやりたいのかっていうところを決めてくださいで先ほども言いましたけど僕はその1年でメイクするんだったら物販が絶対におすすめですはいで4番っていうのがそのビジネスモデルを学ぶこれも同じくですね YouTube とか Google とかでその勉強をしてくださいでここで一番大切なことが自己投資を必ずしてください自己投資をすることによって これ最速で、えー、と結果まで出すことができます、はい、あと失敗しないようにそこまで行くことができます、はい、で5番目が目標の約半分で到達するような意識をしてくださいってことですはいえー、とゴールまでっていうのはなかなか人間は到達できませんゴールを通り越した向こう側まで行こうとすることでゴールは、えー、と途中のね通過地点でメイクできるっていうことですねはいということですはいで今のはですねえー、と流れをお話ししたんですけどまあこれだけだとですね 実は実際ですねあの到達できないんですねっていうのもですねあのビジネス界でもめちゃめちゃ有名な話なんですけど、まあ、マインドセットっていうのがありますマインドっていうのがあのクソだとあの実際お金を稼ぐことっていうのはマジできませんあの多分三日坊主で終わりますなので三、えー、日坊主にならないためのえっ、ー、とね目標を達成するためのマインド作りっていうのを用意しましたこちらですはいえっ、ー、と上からですね、えー、と目標を書くあ1番目標を書く2番が毎日のルーティンを決めるで3番が目標を 大きくしない4番が毎日,目毎日目標をイメージするという感じで,でこれもですね一番上からお話ししていきたいと思いますでこれ1番目がですね目標を書くって書いてあります下の赤いところなんですけれどえ紙に書く待ち受けにするなんて書いてありますはいこれあのー、ねぞ蔵さんみたいな感じでですねあのもう本当にあの東大合格みたいな感じでわかりやすくですね紙に書いていつも見るところにバコンって貼ってください、はい、もうこれぐらいした方がいいですねあの僕はもう本当に待ち受け画面にしたりしていますはいでそれぐらいですね ですね、その目標っていうものを見失わないようにしてほしいんですねあのやるぞと決めてもですねあの3日4日するとですね人間ってどんどんやる気なくなってきますはいなんでですねそうならないために自分の目標ですよね1年後にどうなるかっていう明確な目標ね本当に仕事辞めんだったら仕事を辞めてやるっていうその目標っていうものをデカデカ紙に書いて毎日見るところに貼ってください超大切ですで次2番ですでこれ2番がですね毎日のルーティーンを決めるということですね、はい、で赤いところ下の赤いところ これはですねこれビジネスモデルっていうのを作ったらですね、えーとまあ、もちろんお仕事になりますので、えー、と仕事をすることになります毎日ですはいでこの毎日の仕事をルーティン化した方がいいっていうことですねはいえー、と今日はこれだけやって明日はもっとやろう明後日は忙しいからちょっとやってっていうのは、えー、と基本的に挫折にめちゃめちゃ直結しますはいなのでですねえっ、ー、と1日日のの目標っていうものを毎日 もう決めます。 今もここんんんだだだけけややるったらこんだけやる例えばブログだったら一記事必ず書く YouTube だったら一本必ず出すはいでえっ、ー、と物販だったら1日20件30件構築するみたいな感じでえっ、ー、とやるその毎日っていうのをまやっていけばわかると思うんでそれをもう決めちゃいますでそれを1年間やり続けますはいこれめちゃめちゃ大切なことです次丸三番になります丸三番がですね目標を大きくしないっていうことですはいで、ちなみにこの目標っていうのはこの毎日のルーティンのことですねはいでこの目標を大きくしないっていうところこれまた にあのねあに注意事項としてあの赤いところびっくりマークついてるんですけど、えーっとね、これ大きな目標は挫折につながるってこれマジです、はいあのー、基本的にです、ね、あのダイエットは明したからってよく言うじゃないですかあれってもう完全に、あのー、挫折すするマインドですよね目標が高すぎることによってその日にメイクできない要するに2番の毎日のルーティンっていうのができないことがあります、はい、そうなってしまうとでは明日頑張ろうという、えー、マインドになります。でも 明日頑張ろうのマインドは先ほど言ったダイエットのえダイエットは明日からのマインドですこれはもう間違いなく挫折に繋がりますはい大切なのは1日に必ず毎日やってってこれを1年間スパンとして続けることが最も大切なんですよなんで1日にやること例えばだけどそのブログをもう早く作りたいからって言って1日3記事書くなんて言ってでもう忙しくて1日1記事しか書けなかったら明日はじゃあ5記事書こうなんていうのは絶対に不可能ですはいなんでえーっと目標そこまで大きく しないで1年間を通してできる量のえっ、ー、と毎日のルーティーンっていう目標を作ってくださいめちゃめちゃ大切ですでですねこれ最後の4番目っていうのが、えー、と毎日目標をイメージするこれは1番で言ったことと同じことですはいえっ、ー、とですね、えー、マジで何でもそうです新しいことをやろうとすると、えー、人は3日坊主になりますなんでえっ、ー、と紙に書いたり待ち受けにしたりすること大切なんですけどやっぱりですねえー、とこの意識の深いところに植え付けるっていうのが最も大 大切ですはいえー、とこれはですね潜在意識と健在意識っていうお話があるんですけどこれまた他の動画でですね話してますのでよかったらそちらの方を見てもらえばいいんですけどえー、と自分でですね頭の中でイメージしてくださいえー、と仕事をしてる最中でもいいです、えー、寝る前でも風呂入ってる時でもいいです自分がこの1年後に本当にどうなってるのか何になってるのかっていうその状態を常に意識するようにしてください。こここののの意識ををするとととととによっっててえ番番番かかかいうのをね、えー えとミスななくでききるようになってきます。はい、えーと、この4番のやつめちゃくちゃ大切なんでこれしっかりと,、えー、と毎日意識してですねイメージして自分がマジでどうなりたいのかっていうところをですね、えー、明確にね、えー、毎日毎日、えー、イメージしてください。 はい、といとうことですねこんな感じで、えー、と目標を達成するためのマインド作りっていう感じなんですね。はい、マインドセットって結構難しいんですよ。あの本当にマインドセットがなってないとあのせっかくですね、半年ぐらいでねちょっと収益が出てきたっていうところでもう,もう挫折する人とかっていっぱいいるんですねあのそれだともうマジでもったいないんでこういった感じでですね、えー、と目標っいうものをマジで明確にするで自分の毎日っていうものを計画立ててそれをルーティン化するであこの目標ってものはあまり大きくしない。でで最,終最終的に自分 マジでこうなるんだもう1年後こうなってやるっていうその大きなねイメージを元にやっていけば、えー、とマインド作りっていうのは結構うまいこといくと思うので是非是非試してください。 はいということでしたはいえーとですね本日はですねえーとマジでえーと2020年からね次の2021年までに本気で仕事辞めて本当に自分でビジネスやってマジで自由になりたい人たちのために結構あの意気込んで作りましたはい2020年からねあのどん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 時代はマジで変わってきますはいえーとまずはですねあの行動すること一方がマジで大切ですねあの何もしないとメイクなんかマジでできないんでぜひぜひねあの本当 に自分を変えたいと思う人、自分の未来を変えたいと思う人は、ぜひ、えー、チャレンジしてもらえたらなと思います。ということです、ねえーと、本日はこういった感じのお話になりました。はいえー、と僕のチャンネルはです、ね、こういった感じです、ねえー、ビジネスとか企業とか、えー、副業とかのお話をしております、えーと。インターネットビジネスの話では、まあ、物販を今はメインで話しています。今後です、ね、いろんなビジネスの話していきたいと思うんですけど、今は物販,のメイン物販をメインで話していますね。ねあと、こちらですね、はいえーと、先ほど言ったブログもやっています。 ブログもですね、ビジネスの、えー、とこういった感じの、えー、お話をですね、させていただいております。こちらですね、あの概要欄の方に、概要欄じゃなこちらの動画の説明欄の方にですね、URL 貼っておきますので、そちらからチェックの方お願いします。あとですね、僕今、今、LINE アットの方を始めました。で、LINE アットの方をお友達登録していただ,いただきますと、えっ、ー、と、これからマジでビジネスをしようって、えー、思った人、ね、えっ、ー、と、ビジネスのね、用語リストっていうものを僕作りました。はい、で、そちらですね、パっと目を通してもらうだけでも、えっ、ー、と、結構勉強になると思います。あの 一番初めにビジネス始めた時だと、まあ、インターネットビジネスの、ね、言葉とか何もわからないと思うんで。それ一回目通すだけでも、あの、いろいろ勉強しやすくなると思うし。はい、えっ、ー、と、知識になると思います。はい、あ、これ物販に結構特化してるんで、まあ、物販やりたい人の方がいいと思います。はい、でですね、今、あの、友達登録していただきますと、あの、ノウハウも一個プレゼントしております。はい、で、ノウハウ、これ無料でプレゼントしています。で、これ無料でプレゼントしている理由っていうのが。その商材って何なのかとか、ノウハウって何なのかって知らない人のために、とりあえずこれ見ても。ら もらいたいんですよね。そのためにですね。これあの無料でお配りしております。はいで見てもらうとわかるんですけど、あのきっとびっくりすると思います。っていうのも、あのこうやってあお金って作られるんだなっていう方法がわかると思います。はいで、まあそちらもね。試してもらえればあのお金になりますし。しはい、あの僕実際にやってみたら、まあ一月もかからない。うちまあ、10万ぐらい作れる。ちっちゃい。あの？ 仕組みがでできたんで、はい、よかったらですねそちらの方も、えー、と概要欄の方にですね LINE 公式、ね、お友達追加の URL ありますんでそこから是非是非お友達追加の方よろしくお願いしますということで、えー、今日はですね、えー、本当に2020年これからマジで1年後には仕事やめてもう自由になってやるぞっていう人の。 ための、えー、動画を、えー、意気込んで撮りました。はい、えー、僕みたいにですね、えー、っとこんな首にもタトゥーいっぱい入れてね、もうね朝から三つ編みなんかね、えー、して、本当に自由にやっています。はい、それでもサラリーマンよりも全然稼ぐことができます。そして時間も超自由です。ね、こういった生き方っていうのはマジで正直誰にでもできます。はい、僕み僕みたいなやつでもできるんで誰にでもできます。はい、マジでですね、えー、自由になりたいね、自分の未来をね豊かにしたいとかそうやって考えてる人、ぜひぜひビジネスチャレンジしてみてください。 ということで、えー、本日は以上となります企業パラッパー EGI ことエジでした、えー、次回もまたよろしくお願いしますありがとうございました